第10位恐ろしい。はい、先週はイエスノーコース、さあ今週の第10位どう変わっておりますか。はい、この方々です。狂った果実アリサ初登場5793点。本当に久々にお越しでございます。3人揃ってというのは本当に久しぶりでございまして、ね、先週はあの日本平から、はい、いかがでした、雨の方心配してらしたけど。おかげさまで、あの雷雨の予報が曇りから晴れになりました。乗客さんも皆さんお喜びで、もういいコンサート、はい、そうですか。そして谷村さんとあの堀内さんは、はい、あの別個にあの登場していただきます。南海地線スバルドメニカ、はい、矢沢さんはお一人はどういうご生活をその間。その間ですね、はい、あの他のグループのプロデュースをやっていました。お偉いんですね。また違うお仕事で面白い。もうそれはそれなりに面白いです。それはそれなりにでございました。はい、ところで谷村さんにお二人目の赤ちゃんが生まれ、おめでとうございます。皆さん赤ちゃんですって。よかったわね。お元気にお生まれになりまして。おかげさまで。途中なんですが、初登場のご感想ちょっと伺っておいた方が今のうちに必要ですが、初めて赤ちゃん女の子だそうですからね。そのお話の前にちょっとやはり初登場のご感想を伺っておいた方がいいなと思ったもんですから、なんか3人であそこ出てくるの久しぶりなもんですから緊張しますね。そうだ、金ちゃんが緊張した。それでお子さんが今度女の子さん、はい、でやはり女の子さん欲しいっていう気持ちは、はい、あの狙っておりましたから。狙ってた。そういうものは、はい、そのご自分でお決めになってそういうふうになるものでしたか。やっぱ気力が通じるんじゃないかと思いますね。そうで、お聞きになりましたでしょうか。前のお子さん男の子さん、そして今度お嬢ちゃん、お名前は、しおね、おるって書いてしおり。ああポエムの詩を、はい、まあその方のね作詞家でもいらっしゃいますものね。それじゃあ久しぶりに揃って3人でやっていただきましょうか。はい、はい、あちらの方初登場の曲でございます。まあ皆さん夏がお好きなんでね、汗かきだそうですけども、でも高校野球がお好きだっていうのも夏がお好きな理由の一つかもしれませんですね。でもあれプレスリーとかね、はい、あのほらいろんな、なんていうの、トム・ジョーンズなんての汗かいて、そうやって手拭いやなんかこう投げたりするじゃない、あの方たちなさるのかと思ったら、もう汗拭いたらぎっちり家に持って帰って洗濯ちゃんとして同じのいつまでもお使いになるそうで、随分とても皆さん経済的な、まあ、最大者がお二人もいらっしゃるというゆえんでございましょうか。さて今週第10位に初登場です。アリスの皆さん、狂った果実。
れてきたこと悔やんでないけれど新クラスには時代は冷たすぎた中途半端でなけりゃ生きられないそれが今狂った果実にも初登場アリスの皆さんどうぞこちらへ。さて続いてまいりましょう。今週の